アレーニアエルマッキは、イタリアの航空機メーカー、レオナルド・フィンメッカニカの子会社である。オフィスと工場は、ベネゴーのスペリオーレ、バレーゼ、鳥の県産マウリーツ用カナベーゼの鳥の空港、ナポリ県、ボミリアーのダルコに位置する。メガバイトマイナス326やメガバイトマイナス339をはじめ、最新型の M マイナス346や、全身のアレーニアエロナウティカと、 アイルマッキがブラジルのエンブライルと2カ国3社で共同開発した AMX 系攻撃機、練習機など練習目的や戦術支援目的航空機の生産能力に長けている。現在ではエアバス A330、A318、A319、A320、A321、新鋭機、A380 旅客機用や ビジネスジェットの脱走ファルコン9 0 0 2 0 0 0ナナ x 用エンジンナセルの開発、生産も受け持つ。アレーニア・アエルマッキは2012年1月、アレーニア・エロナウティカとその子会社である、アエルマッキ、アレーニア・シーアを統合して設立された。アレーニア・アエロナウティカは1990年に、アエリタリアとセレーニアが統合して設立されている。1997年には、 試合マルケッティと合併、練習機とその発展型などの異なる形式の航空機を生産を担っている。AMX のほか G222、C-27J スパルタン、パナビアトーネード戦闘機、ユーロファイタータイフー,ーンなど、様々な国際共同開発、制裁計画にも参加した。また、M-346 高等練習機の開発も当初は、 旧ソビエト連邦のヤコブレフ設計局との共同プロジェクトとしてスタートした。後に共同開発計画は解消され、ソ連崩壊後のロシア側で完成したのが約マイナス2016年1月1日から、アレーニア・アエルマッキは、レオナルド・フィンメッカニカの航空機部門となった。アエルマッキ SF-260 フレッチェ、トリコローリメガバイト 339A。33 パンアイルマッキ M-346 創業以来軍用訓練機の設計と生産がアレーニアアイルマッキのコアビジネスであるアレーニアアイルマッキは以下の国際共同開発プログラムに参加した AMX プログラムはアイルマッキとアエルタリアブラジルのエンブライルによる共同開発プログラムとしてスタートしたアイルマッキは全体の24%を担当し胴体全部 後部セクション、アビオニクス機器の開発製造を受け持った。イタリア空軍は寿命更新プログラムによって機体能力のグレードアップを要求している。アレーニア・エルマッキは、ウィングパイロンとウィングチップ、フラップを設計、製造する。それは、プログラム全体の5%に当たる。ユーロファイタープログラムでは、全体の4%を担当し、ウィングパイロン、ツインミサイル、ツインキャリアー、 ECM ポット、炭素ファイバー製構造物及びチタン性、エンジンカーリングを設計、開発する。G-222 輸送機開発プログラムに参加した後、アエルマッキは新型輸送機の C-27J スパルタン開発プログラムに参加し、外翼部の製造を担当する。1990年代半ばから、アレーニアアエルマッキは民間航空機に対する、 エンジンナセル供給プログラムに参画している。そのプログラムでは、エンジンナセルの冷却部品、インレット、ファンカウル、エンジニーのシステムインターフェースを開発している。同社は1999年に、ユレルディボアと合弁事業を始めた。ユレル社は、スラストリバーサーの開発と製造を専門とし、アエルマッキは、最大100隻の航空機に装着する、ナセル開発の全席に終えた。 ありがとうございます。